日本近畿地方大阪府八尾市青山町青山町は大阪府八尾市の町。現行行政地名は青山町1丁目から青山町5丁目。住居表示は実施済み。現住所表記施行前の大技、八尾、東郷、章のうち、西郷技、今井、別宮、小坂愛の各地域の一部が交雑していた。昭和十九年の現住所表記変更時に、 周囲の地域とともに整理されて新しく設置された。両政国一覧機内河内国、若江郡省の内村、上法寺村、今井村、別宮村、小坂郷村、八尾村北海道時代の頃から西側に位置する村村の支配地が交雑した八家村交雑地の一部だった。さらに東にある小坂郷村の支配地も交雑していた。現住所表記変更に前後して、 かやぶり明けぼの川線の部分開通を機に、沿道は発展していったが、東側の楠川に沿った、町域東側の発展は、青山宿舎付近を除いて遅れた。市役所本庁舎建て替え春工の際に、仮庁舎が当地に設置され、並行して、アクセス道路の整備、楠川の改修が行われた。また南小坂愛町との境界変更が行われた。 4つの主要道路、指導山本第403号線、指導屋を第519号線に囲まれた地域。現在はむね市街地化されている。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。主要道路、ありがとうございます。